リョウ、朝よ。うん。ああ。今日はまずね、孫さんの居場所を知っているかもしれない方老師を訪ねましょう。ああ、シェンファー、おはよう。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。なあ。リョウ、村へ行くのね。そうだ。親父さんの手がかりがきっと見つかるはずだ。うん、ありがとう、リョウ。では早速行きましょう。老師に会いにね。まあ午前中で用事をやっつけて、ちょっと釣りをやってから何かね進めたいよね。はい、それでは老師の近くに行きましょう。さて、老師いるかな？あ、老師いない？あ、老師いないか。家にいる？いないのか。どなたかな。葉月です。寮か、入りなさい。よかった、いた。放浪氏、聞きたいことが。孫って人を知りませんか。孫ならよく知っておる。わしの憲法仲間じゃ。会わせてもらえませんか。ふん、孫は最近古寺に住み着いているらしい。古寺ですか。古寺へ行けば確実に会えるというものでもないが、酒と饅頭を用意していくとよかろう。賽銭箱に置いて隠れて待つのだ。わかりました、ありがとうございます。酒と饅頭を忘れずにな。酒と饅頭、そして古寺。古寺がどこかわからないし、酒と饅頭はパンダ市場で買えばいいか。まずは広場まで戻ってちょっと古寺の位置を聞こう。この子に聞こうかな。あ、この子が一員か。ちょっといいかな。私ですか。何でしょう。古寺へ行きたいんだ。もしかしてひまわり畑の中にあるボロボロのお寺のことですか。何かあるのか。そのひまわり畑の奥のお寺には幽霊が出るとか。幽霊か。見かけによらず怖がりなんだな。違います。私は3歳から放浪士に武術を学んでて、幽霊なんか怖くないです。そうか、ありがとう。なるほど。ちょっとメモ。ひまわり畑の中ね。ちょっとこの子とサンダーしていこうかな。ちょっといいかな。また来てくれたんですか。お手合わせしていただけますか。うん、サンダーでしょ。ああ。よろしくお願いします。この転戦客を覚えようと思います。はっ、とはっ、はい、はい、とはっ、とはっ。よし、マスターした。これさ、入力結構シビアですよね。なんかおじさんからするとグッと出すのがやっとだもんな。だいたいもう普通に言えるとスローになっちゃうから。
グレートはまだ一回も出したことない気がする。せい、うん、あ、いった。そんなこと言ったらグレート出た。もらった。うん、これ技難しいよな、出すのな本来。まあだけど攻撃力が上がるっていうのがいいよね。あともうちょっとだ。お、今回結構良かったわ。うん、素晴らしい。よーし、攻撃力が8になりましたね。ありがとうございました。とっても勉強になりました。またお願いできますか？ああ、よろしくお願いします。うん、ああもう体力ないな、ちょっと回復しようか。でちょっとパンダ市場に行って酒とまんじゅう買っていきましょう。さて着きました。まんじゅうこの子だったね。あ、もうおじさん邪魔。お兄ちゃん、おいしいまんじゅうはどう？買う。出来たてのまんじゅうおいしいよ。いっぱいあるな。あ、全部買っておこうか。なんかこれじゃないとか言われそうだよね。あ、もうお金23しかない。ありがとう、また来てね。やばい、ちょっと無駄遣いしすぎた。お酒買えないかもしれないな。すいません。毎度あり、パイチ屋台だよ。安酒でもいいかな。ビール1年もの、10年もの、15年もの、10年もの、15年もの、高いやつはあるけど、まあ15年もの買っていきましょう。毎度あり。まあこれでお金がなくなっちゃったんで、それで古寺に行って、なんだこの酒はわしが飲みたかった酒じゃないとか言われたら釣りしましょう。花、ひまわり畑の中だからこっちやね。あるわ、古寺あるわ。なんか万願寺の方が古い感じするけどね。結構広いな。そして生薬が植えられてそう。あ、カラスがいる。ってことはやっぱりなんか幽霊が出そうなところだね。あ、めっちゃニワトリいる。あー、あるわ。でもそんなに汚くはないとは思うけどな。酒と饅頭を賽銭箱に置き、しばらく隠れて待て。孫は用心深いからな。お、あ、これね。あ、違う、選ぶのか。まず普通に饅頭とお酒。あ、50年もの。あれ、なんでこの50年もの持ってんだろう。景品交換したのかな。じゃあこれしましょう。はい。いいね。出てくるかな。
うわー、バレバレ。いやー、まんじゅううまそうだな。お、あれ取らない、あの、ホーさんに聞いてきました。おう、何の用じゃ。普通に出てきた。聞きたいことがあるんですが。うまそうだな。質問は一つ、いいか、一つじゃぞ。まんじゅううまそう。質問は一つ。あの、聞きたいことが。よかろう。ただし一問一答じゃ。いいか、質問は一つじゃぞ。ああ、花橋でしょ、まずは。花橋ができた時のことを教えてください。花橋、あれはわしが10歳の時のことじゃ。朝廷の使いはここ八ヶ村にやってきた。花橋は宮廷の使いを迎えるために新たに架け替えられた。陽と外わしは都から来た使いを一目見ようと橋のたもとで待っていた。大人たちをかき分けながら見たその姿は今でもはっきり覚えておる。その使いは何のために八ヶ村に。それはな、塔が緑石の鏡。鏡？鏡にどんな関係が。あの使いはこの国で最高の石彫り師に鏡を作らせるために皇帝の命を受けてやってきたのじゃ。最高の石彫り師。円俗山という天下一の石彫り師がこの村におったのじゃ。円さん。あの円の祖父じゃ。ほう。花橋と鏡にはそんな関わりが。なるほどね。あ、一問ごとに酒と饅頭が一つずつ必要。孫さんに話を聞く。あ、皇帝は天下一の石彫りに鏡を作らせた。それが円さんの祖父。あ、なんかついでにもう憲法のことも聞いていこうか。あの、聞きたいことが。じゃあこれと、なんかこの50年もの高そうだからこれにしておくか。よかろう。ただし一問一答じゃ。いいか、質問は一つじゃぞ。あ、これでも花橋を選んだらより深い話聞けるのかな。あ、悩むね。まあでも一回憲法を。宝浪氏の憲法仲間だと聞きました。王者と葉月岩尾、ご存知ですか。葉月、お主は。葉月亮と言います。岩尾は俺の親父です。ほうほう、暇つぶしに一つ手合わせでもしてみるか。戦うのか。ちょっとそれは想定外でしたね。どうした、こんな年寄りの相手はつまらぬか。いえ、お願いします。うわ、勝てる自信がないな。何をボサッとしておる。打ってこぬか。はい、
そんな攻撃では肺が止まるわ。それで本気か？振りがでかすぎる。隙だらけじゃ。どこのチョコ拳法じゃ。やっと本気になってきたな。うわ。おお、かっこいい。今の技は八極拳奥義鉄山功。親父のことを知っているんですか？うん。何か知っていることがあれば教えてもらえませんか？まあ気が向いたらの。ちょっと今の技を教えてください。シェンファの家に帰るか。家戻んのか。マジか。今11時半か。ちょっと釣り具屋に全力ダッシュで向かって釣りができればと思ったが、しまった、手持ちがなかった。いや、しくじったな。ってことは質屋寄ってって考えると時間がないよね、多分ね。だー、ちょっと想定以上に時間を食ってしまったな。間に合うかな。残り15分だ。ちょっとまずは質屋。違う、間違った。はい、いらっしゃいませ。どうぞ、何でもお売りください。高額買取しますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。売る。こちらの品々でしたらこの価格で買い取りますよ。あと10分か。なんかどうしよう。じゃあこれで。毎度ありがとうございます。何でも買い取りますからいつでもどうぞ。あと10分だ。あと10分。あと10分だぞ。釣り屋間に合うかな。残り5分だ。釣りのバイトがしたい。遠い。ギリギリじゃないか。あと3分。間に合った。すみません。いらっしゃい。釣りやるのかい？よし、まずは道具をここでレンタルしてくれ。さあ、どれにするんだい？高級釣り具を使ってみたいです。はい、これを。はい、毎度。たくさん釣ってきなよ。危ない。で、釣りはね、花橋の近くに釣りの魚のマークがあるところがあったんで、そこに行きたいと思います。はい、ここですね。ここなんか穴場っぽいよね。あったあった。今マークついた。ここで釣れるな。よし、釣りをしよう。今回は川釣りですね。今回でも大会じゃないから制限ないのかな。水がきれいだ。魚いるね。魚いるけど食わないな。あ、来た。
よし、いい、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、結構重いぞ。あー、でも船だ。結構重く感じたんだけどな。じゃあちょっと、そうですね、いつぐらいまでかな、3時か5時ぐらいまで釣りしてますね。お、ベニナマズ。お、カワマスだ。おっきいな、これは。立派だね。うわ、でかい。なんだこれ、 5.9 キロ。うわ、多分また主っぽいのを釣った気がするな。あれは大きいぞ。さあ、もう4時になりましたんで、今日はこれくらいでいいかなと思いますね。やめましょう。やめる。やめておこう。うん。いや、主が釣れたんで、結構いい値段になったんじゃない？300元ぐらいになってくれると。釣った魚ですけど、ご覧の通りですね。あ、これ勝手にオートスクロールになってるね。いいね。この 5.9 キロのベニナマズですよ。こっからマス、カワマスとね、結構いいサイズ釣れましたよね。うわー、すごい！394元だ。こんなに釣れたのか。大した腕前だ。いや、それほどでも。うん。あー、でここに釣り場に戻されるっていうね。そっかそっか。じゃあまた広場に戻って、今度はあのサブイベントですね。サッカーボールを少年に渡したいので、まあ7時ぐらいまでの間に石投げでサッカーボール取りをしましょう。よし、石投げだ。石投げか。バケツ石投げやるかい？サッカーボール。あの子が欲しがってた景品のボールはあれか。よし、やる。毎度。よーく狙ってけよ、兄ちゃん。まあ一応ヘルプ見ましょう。力加減と方向。難しいバケツほどクールなものがもらえる。なるほど、そういうことね。なんかね、シェンムーってね、ちょっと真面目に作りすぎてて、龍河が如くとかと比べると笑いどころって結構少ないんだけど、俺こういうなんかちょっとしたポイント好きだわ。じゃあ青ですよね。てかね、でもちょっと揺れるんすよね。あ、あ、今いいかなって思ったんだけどな。あ、わ、ここだ。あ、違う。もっと手前？わ、もっと手前か。ここだ。違う。わ、これ難しい。このまま終われねえだろう。もう一勝負いっとけよ。行くよ、そりゃ。毎度。よーく狙ってけよ、兄ちゃん。
ああ、ここじゃこれくらい違う。おっ、ここだ。ああ。この線が、あ、そうそう、バケツに一瞬隠れるぐらいだな。ああ、むずい。ここだ。違う。マジか。惜しいな。もう一勝負どうだい？毎度よーく狙ってけよ、イチェン。ちょっと、是が非でも取りたいんだけど。ああ、違う。そう、絶対入ったと思ったんだけどな。ここだ。入った！やった！もう一個今度自分用が欲しいな。結構ギリギリだったぞ今。ここだ。あー違う。火がついた。ミニサッカーボールをゲット。よし、あの子が欲しがってたサッカーボールだ。あの子に届けてやるか。お、やるね兄ちゃん。この調子でどうだ、もう一勝負。いや、もういいです。また今度にします。そうかい、じゃあな。うん、で、あの子のところに行こう。景品交換所かな。あ、いたいたいた。りょうちゃん、ねえねえ、サッカーボールは？取れたよ、ほら。やった、サッカーボールだ。りょうちゃんが取ってくれたって、お姉ちゃんにも見せてあげちゃおう。そうか。じゃあ僕はりょうちゃんに珍しいグルッパあげる。それかお魚が釣れる秘密の場所教えてあげよっか。おお、二択か。釣り場の方がいいな、今後のことを考えると。僕が見つけた池なの、誰にも内緒だよ。僕ん家の近くの牛がいっぱいいるとこから歩いて行けるんだ。わかった、ありがとう。りょうちゃん、僕サッカー選手になるよ。頑張れよ。うん、頑張れ。ん？ちょっと待て、ちょっと待て。ああ、よかった、地図あった。ちょっと、あ、俺これ場所知ってるかもしれない、もしかしたら。あ、今なんか一気にテンションがだだ下がってきたんだけど。こっちじゃないわ。これね、一回なんか行った気がする。これあれでしょ。あー、ちょっと待ってね。覚書きの、あ、頼まれごとの、うん、そうだね、牛舎の手前の奥だよね。ここでしょ？ここ来た気がするな。今度ここで釣りやってみようか。新しく生えてきてないね。そっか、珍しいグルッパでも良かったかもしれないな。まあ今度、じゃあここで釣りをやりましょう。んで、もう6時なんで、家に帰らないといけないんですけど、なんだったかな。今日はね、グルッパは取らないんで、道場で寸剣。寸剣やって、体鍛えようかなって思います。で、あっちの道場に行くと時間がかかるんで、万願寺で寸剣やりましょう。ああ、でもお年玉。
あ、もうここまで来ちゃったからもういいか。お年玉で景品取りでもよかったかな。これ寸剣だね。まず一回回復してから。寸剣か、やっていくか。うん、じゃあこれをですね、僕は日が暮れるまでやろうと思います。よし、あ、ちょうどいいね、レベル11。うん、まあせっかくね、HP も多かったけどね、もうなくなっちゃいましたもんね。もっとやってみるか。できないでしょ、もう9時過ぎちゃったから。もうこんな時間か、明日にするか。うん、もうとっくに夜になってますよ。さあ家に帰ってきました。リョウ、どうしたシェンファ。さっきエンシンさんのお母さんが。え、シェンファちゃん。ケイエイさん、どうしたの。ゴロツキが牧星に現れたと聞いて、エンシンが心配になって。明日リョウと確かめに行ってくる。何かあったらすぐ連絡するから。なるほど、明日エンシンに行くんだね。ちょっとじゃあシェンファーと。シェンファー、会話。何リョウ。明日牧船へ行く。うん、シェンファーはここにいた方がいい。どうして。多分ゴロツキたちがいるはずだ。もし顔を合わせればただでは済まない。リョウ、危ないから来るなということ。当たり前だ、そんなところにシェンファーを。ゴロツキは父のことを知っている。シェンファ。なるほど、ちょっと僕試したいことがあるんですけど、設定であれ変えられないかな。言語変えられないか。言語変えられたような気がしたから、英語とかで聞いてみたかったんだけど、会話を。これはここからは多分できないんだね。なんかあったような気がしたんだよな、タイトルページとかに。ちょっと待ってね。はい、それでは音声英語にしてきたので、シェンファーに話しかけてみましょう。 Hey Shenhua, do you really want to go to the hermit's nest? I'm tired of sitting around and waiting, yo.I need to know where my father is. Besides... Besides what? We're stronger together than we are apart. I'm asking you to believe in me, Theo. Just this once. Okay. Hmm. Hey, Shenhua. What is it, Theo? We'll make our way to the hermit's nest tomorrow. Yes. なるほど。リョウの声は全然違うけど、シェンファーの声は英語バージョンも似てましたね。まあこういう機能があると、ゲームしながらね、英会話が学べるんですよね。うん、これいい機能ですね。はい、ということで今日はこれくらいですね。あ、違う、もう一個ね、見たかったものがあったんですよ。月の満ち欠けがあるかどうかっていうのをね、確認したいんですね。やっぱあるわ。月の満ち欠けあるわ。
こういう細かいところ好きだわ。マジだ、あったぞ。これはいいですね。また一個シェンムーが好きになってしまいましたね。はい、ということで今日はこんな感じですね。明日遠心さんのところに行きましょう。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。